ジェネレーションギャップを痛感、ショックを受けた出来事を教えてください。とですね、私、今25歳なんですけど、こういう手って、ちょっとあんまり慣れてないですね。私はどちらかというと、こういう風に、写真に子供の時から写っていたので、とっさにこれがまだ出ません。彼氏がエロ動画を見るのは許せますか？発覚した時、それぞれどう思うか教えてください。彼氏がエロ動画を見てても私は別に全然大丈夫です。となぜならそれは個人の自由なので、そこを別に何を言いたいかとか、そういうのは全然ありません。ただ、あまりにも過激なエロ動画を彼が見ていた場合は、ちょっとドキドキしてしまいます。私にもこんなに過激なシチュエーションが要求されるのかなとか、ちょっとだけ心配になります。彼氏が他の女性を性的にコンテンツとして消費する分には、別になんとも思わないんですけど、もし彼氏の心までがエロコンテンツの女性に傾いてしまったら、それはすごく困ります。そのセクシー女優さんのことを人間として尊敬していて好きなのか、もし発覚した場合は、どういうスタンスの消費の仕方なのかについてはちょっと重点的に質問させていただきたいです。なんかただの男のたしなみというか、ただ性的なコンテンツを例えばティッシュみたいに消費してるだけなのか、ティッシュペーパーみたいなもんなんだよとかそういう感じの消費の仕方なら、あら、みたいな。じゃあ私も今度見てみようかなって言って、でもその話はそこで終わって、もう絶対にしないようにします。